二階堂ふみとの二股疑惑が浮上した俳優 A とは？年末に大手事務所を退社した堺雅人が TBS 日曜劇場枠の7月期ドラマに主演し、大物俳優の役所広司、阿部寛、さらに松坂桃李、二階堂ふみがヒロインとして共演することが決定しました。ヒロインを演じるのは二階堂ふみさんです。すでに撮影は始まっており、2月にはモンゴルでのロケが行われた。放送前からシリーズ化、さらには映画化の企画が進んでいるほどの超大作と評判です。ヒロインを演じる二階堂も、このオファーが来た時に快諾した。ドラマのヒロインを演じる二階堂も、オファーがあれば心よく引き受けたという。彼女の場合、監督、演出、脚本、キャストなど全てを考慮した上で受けるかどうかを決めるのだが、今回のドラマに関しては、迷う理由がない、と、二つ返事で OK を出したという。実力派女優の二階堂だが、プライベートでは共演者キラーとして語られることが多い。二階堂の歴代彼氏を挙げると、荒井博文、星野源、姿正樹、そして元モデルで若手映画監督の米倉恭太など、豪華な遍歴がある。19歳の時に出演した映画、私の男、で浅野忠信と繰り広げた濃厚なラブシーンがきっかけで、女優として脚光を浴びるようになりました。小栗旬と共演した映画、人間失格、では、沢尻エリカ、宮沢りえと共に R 指定の大胆な演技が話題となる。1月には、パリで開催されたシャネルのオートクチュールコネクションに参加し、ファッション関係者も息を呑むほど洋艶でクールビューティーな姿を見せてくれました。最近、さらに妖艶さを増した二階堂に、新たな男性の影が見えてきたという。共演者キラーとの評判通り、それはかつて共演した俳優 A だ。以来、二人で飲みに行くことが多くなり、昨年末頃には海外で密会しているという目撃談もあった。しかし、A は年上のバツイチ女優リーとの熱愛が噂されており、二股疑惑も浮上している。A と B は姉と弟のような関係。こちらもドラマで共演し、お似合いのカップルとして話題になったが、それも今のところである。しかし、二階堂の場合は、かなりリードしているようだ。ただ、これは A さんが二階堂さんを俳優としてとても尊敬していることが大きく、二階堂さんも仕事に対する姿勢が同じようで、一緒にいると話題が尽きないようです。ドラマの撮影が続く中、お二人は密会する時間はあるのでしょうか？私の動画をご覧いただき、ありがとうございます。私のチャンネルに登録すると、最新の動画が届きますよ。